健康ときなわのブースにやってきました。こちらにいらっしゃる方ですね、健康ときなわのときなわレンズ担当の佐藤さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。こんにちは。今回また参考出品で2本出していらっしゃるんですけども、まずこちらが、7200mm の F4 の、手ブレ補正付きのズームレンズ。手ブレ補正とリング型の超音波。あ、超音波モーターですか。あ、分かりました。としてはもう本当に初めてで、よそのメーカーではもう当たり前なことなんですけども、いや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 、あの時ならもうやっとなんとかここまで取り付けて、あとは画質はあのどうですか、トップレベル、トップレベル狙ってます。あ、分かりました、ありがとうございます。でこのレンズの、一番の特徴はやっぱりこう手ブレ補正ですよね。そうですね。はい、F4 ってこれはフルサイズ用ですか。ですね。あ、分かりました。ありがとうございます。でこちらが、12-28mm の同じく F4 投資のレンズですよね。これまであれですよ、12-24っていうのがありましたよね。時のあれあのベストセラーになりました、あの12-24の後継機ですね。で何が変わってるんですか。やはりあのテレ側を伸ばしていただきたいというお客様の声が意外と多かったので、まあ、あの広角を1本持っていくか標準ズームを1本持っていくかというような選択の場合に、まあ、28mm まであればスナップの撮影まで完璧にこなせるのではないか、守備範囲をもうちょっと広げたということです。広角の 4mm って結構大きいですもんね。そうです ね、はい、かります。これはあれですよね、 APS-C ですね。わ、はい、かりました。じゃあこの2本、はい、お値段大体決まってるんですか。大体ですね、あのお値段の方は今現行製品とこちらのレンズはあのほぼ正常、12-24mm と大体同じぐらい、はい、でこちらの方は大体あの、まあ、CP プラスでも話しましたけども、10万円を切るような実案価格にしていきたい。で大体僕たちが買おうと思ってお店に行って買えるのはいつぐらいになりそうなんですか。ですね、ちょっと今わからないんですけども、まあ、うまくいけば年末もしくはあの来春というような形です。で同時ぐらいですか、両方とも。こちらはですね、あの年明けにはあの発売できると思います。でじゃあ少し遅れてこちら、若干遅れるかもしれません。分かりました。ソフトの問題なのでうまく解決できちゃえばあとはスッといくんですけども、分かりました。そこら辺がですね、あの非常に今あの難しい、乗るか反るかのところです。手ぶれ補正とか乗っけるとそっと大変ですもんね。今回のこれ実機なんで一応これカメラでも作動するようなものを持ってきました。分かりました、ありがとうございます。